気を。一般人は危ないからすぐ退去して。誰？なぜ私の名前を知ってるの？危ない。姿勢を低くして大きな声を出してはダメ。あなたが誰かわからないけれど、今は安全のところへ。私は問題ない。ここの人間を殲滅するために来たから心配しないで。私は少女の形をしているけれど、魔物を殲滅するための存在だから、一人にしてくれて大丈夫。知っている？どうして？軍事関係者？あなた学生と見えるけれど、一般人にはないのかしら。あまり話をする余裕がない。少し待っていて。確かに私は立場にないけれど、あなたのことは知らないわ。どこかで会ったことがあれば記憶しているはず。ごめんなさい。本当にわからない。私と似た別の誰かと勘違いしているのではないかしら。あなた戦えそうには見えない。一般人なら早く帰るべき。裏山を散歩していたらここに。この辺りに爆炎なんてあったかしら。そもそも人は住んでいないはず。遠くから来て迷子になった人はいるかもしれないけれど。伏せて、早く。そんなに動かないで、じっとしていて。大きな魔物が残っていたわけ。行ってくる。私は死なないわ。魔力さえ補充できれば。また霧が濃くなってきた。じきに魔物は現れるわ。あなた、もしかしてマスターの知り合い？マスター？マスターは、マスター。わからないなら、いけない。思ったより早く魔物が。逃げて、あなたを守りながらだと私も魔力の負担が大きい。ここから南の方なら少し安全だから。あっちよ。待って、そこにもういるわ。私がおとりになるから、合図したら走って。平気、私は死なないから。後ろは振り返らないで、全力で。今よ、行って。目が覚めた？あなたここで倒れていたわ。擦り傷をたくさん作ってひどく消耗していたから少し治療した。動かないで、そのままで大丈夫。しばらく回復を待っていい。あなたにはいつも魔力をもらっているから。どうしたの？名前？あなたの知っているけれど知らないふり？私が？ごめんなさい、覚えがないわ。私と似た別の誰かと勘違いしているのではないかしら。散歩中に何があったかは知らないけれど、みんな探していたわ。転校生はどこだって。私もあなたを探していた。あなたがいなくなったら困るもの。